試合勝ち待ち30分優勝を行います。赤コーナー阿部さんチーム180度パンスヘビーパワー、同じく160パンスヘビーバレンコー、青コーナー160パンスディアミースズカー、同じく180パンス堀田由美子。Hi, I'm Terry Power. About today's match, I'm teamed up here with Debbie Malenko. Up till now, Debbie has been a competitor in the ring for me, and what I found out is she's a very experienced competitor, so I feel very privileged to have her on the same team and to be a part of a team with her. Hota and Minami, very, very experienced competitors. I think combined with Debbie's submission holds, the power, the agility that we both possess, we're an unbeatable combination. Like Terry said, we've been nothing but competitors until now. Today we're teamed up for the first time. I think we'll do quite well with our combined different techniques and different styles. I'm looking forward to today's match. Hopefully in the future we'll be able to team up more. I think that today we'll definitely come out victorious. Minami Suzuka desu.堀田とメキシコ遠征が決まって、今日の試合相手はメキシコ人じゃなくてアメリカ人なんですけれども、試運転のつもりでガンガン頑張りたいと思います。堀田由美子です。今日の相手はデビー・マレンコとテリー・バワーなんですが、私と南の方がペアっていうかタッグを組んで長いので今日は楽勝です。それでメキシコ遠征も決まったことなのでガンガン頑張りたいと思います。さあ、本日の第3試合タッグマッチ、なかなか興味深いカードって言っていいんじゃないですか。そうですね、外人同士の、2人が初めてタッグを組むと。そうですね。ということで、しかも相手がこれいかにも前女スタイルの2人でしょ。というかタッグを組んで長年やってきた2人ですから、はい、井上京子選手、はい、ああもう見たかったですよ、このテリーとデビーのタッグが。そうですね、はい、おテリーって何でもやっちゃうんですよね。そうですね、体でかい割にドロップキックはその場飛びでしょ、あれが割と珍しいと思う。助走つけたやつじゃなくて、はい、両足で飛ぶのね、はい、ちゃんと。これ外人組にとってはすごくいい勉強っていうか、勉強できる相手だからって気がするんですよね。そうですね、これから全場で、ね、特にテリーパワー長くやっていくにおいて、今デビュー出てるんですけど、テリーの話になって悪いんですけど、ええ、本当すごいと思うんですよ、テリー。体だけで見せれるレスラーって本当今あまりいないと思うんで。それは少ないですよね、はい、だから自分たちよりすごいもっともっと奥が深いんだなっていうふうに。それはボディービルダーだからかなり真面目に何年もトレーニングしてきて、うん、体になったわけでしょ。すごいですよね。さすがにプロレスのキャリアは浅いんで、うん、まだまだプロレスに関しては習うことばっかりですけど、うん、でもだって普通の時も気をつけてるわけでしょ、いろいろ食事とかも。ご飯とか飲むもの、ね、それだけでもう本当になんか頭下がるなっていう。ボディービルダーってもう神経質なぐらいでね、食事のこととか、はい、田さんのデンジャラスキックがもう怖いんですよね。おそらく外国人選手にとってキックほど嫌なもんないんじゃないかと思うんですよね。そうですよね。そうそう、ずっしりくるなんていうのかな、また山田さんも速くてあれなんですけど、堀田さんのはもうずっしりくるんですよ。重いですよね。重いんですよ、一発一発が。ロープ際で人が倒れているところで中腰になってるのに、やだやだ、怖い、もう恐ろしいです。そんなの、そういうのロープ際で中腰になってる時にやたら蹴ってくるでしょ。あれがもう前は不正だと思ったら後頭部くるし、もう一発もくらったらどうしようっていうのが、いつもあれ怖いです、見てて。はい、それにしてもこの外国人タッグチームになるとデビーが、引っ張る役ですよね、とりあえず今の時点では。そうですよね、多少なりとも経験は長いですから、日本マットで、デビーが出番が多くて
まあ、テリーにうまくつなごうかというところでしょうね。鈴木さんがテリーを。腕が太いのね、やっぱりボディービルの人って。やっぱ違いますよ、背中がでかいっていうか。うん、背中から見るとほとんど男ダグファーナスのような感じですから。これは鈴木さんでもダメだったかもしれない。このうなり声が怖いですね。よくうなってませんか、うわーとか言って。でも南もすごいんでしょ、あのそういうパワーっていうか腕っぷしの強さでは。そうです、あまり見えないけど。はいはいはい。でもやっぱりテリーには感謝みたいですよね。うん、何これからですもんね。そう、技の数がまだ少ない分ね、うん、あの知ってるものをやっぱ出すしかないっていう段階でしょ。はい、すごい、これは長い。またあのやっぱり今のブレインバスターなんか見てると男のプロレス、うん、レスリングスクールで習ってきたって感じでしょ。うん、そうですね。またあれ長く上げられちゃうといつ落とされるか分かんないから、受け身のタイミングが、あ、帰って、はい、ああそういうもんですかね。はい、あとまだ受け身が出る、まだね、はい、うん、いまいちって感じがしますね。もう受け身さを覚えちゃえばもう怖いもんなしじゃないですかね、テリーの場合。あとレスリングはやっぱりタイミングでしょ。あ、うわー、デンジャラスキック、こういうやつね、ひでえ。うん、そうで、ちょっと油断すると、ああこれうまくかわしたのかな。うん、尻餅ついたって感じだもんね。だからああいうところの判断力はまだグリーンなんじゃないの。でも何歳でしたっけテリーって。27ぐらい。27ですよね。それでもその年齢ちょっとね、それでよく来たと思うよね。本当すごいですよ、初めからもう今から始めようっつうんですかね。だから そういう人ってあんまりいないじゃないですか。そう、それはね、そういうなんか研究熱心なところに頭が下がるっていうか。で遠征してくるんじゃなくて住み着いて覚えようって言うんでしょ。あ、自分メキシコ行ったんですけど、メキシコ行った時本当にこんな見知らぬ国に置いていかれて本当に嫌だなと思ったんですよ。試合はさせられるし、移動はするし、それを自らこうやって来ちゃうっていうのね。うん、その心意気っていうのはね、本当すごいですよ。うん、それはそう思います。みんなそういう面で日本人が遠征して、あ、こういう外人の留学生とか大変さを知るってことは大きいんじゃないですかね。そう、デビーが来た時も20歳ぐらいで来たでしょう。あ、そっか、そうですね。うん、だからあれなんかだってやっぱり高校出てすぐ来たようなもんでしょ。うん、あれ考えると、あ、留学生だなって気がして。おお、これなんかがもうちょっとうまくできるようになると、ね、大見せ場になると思うんですよね。あの出すタイミングっていうタイミングですね、タイミングが。テリーパート組むとデビーがすごく幼く見えますね。あ、ガキっぽく見えるのね。あっと、カットカットカット、危ない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 。やっぱり一歩ちょっとこれ切れたタイミングが、これほったらタイミングが、となんだ、お、来た。あ、ジャックナイフ、あいや、あいや、堀田さんから取ったか。これ結構大きいじゃないですか、この勝利は。デビーがね、堀田選手を抑え込めるっていうのは、これはもうデビーを褒めるしかないですよね。そうですね、最後の攻防も裏を掛け合って、あの回転技に持ってったってことで、かなりすごいな。あ、びっくりした。この中入るとちょっといやいや試合巧者かなっていうね、テリーを引っ張っちゃったデビーだったって気がしますね、今日は。これ外人コンビ楽しみですね。なかなか面白くなると思います。Debbie here. She is a number one. You know, it's amazing to go out there and to be in a match and to be competing, but to have a teacher like this and to be teaching me, she's incredible. I draw a lot from her energy. I hope she doesn't mind. She's a veteran here in Japan, very skilled wrestler. Thank you, Deb, for being my partner. Your technique is incredible. You've taught me a lot. Thank you. You don't know how exciting it is to win a match from two people like Minami and Hulda. Incredible. It is a surprise like no other. Terry, man, she was great out there today. She
She was right there every time I was down. Tagged out to her. She went in there, did great. Couldn't ask for, you know, a better partner today. You know, our styles just clicked great. And Minami, Hota, they're two great wrestlers. Top you know, they're, contenders. They're two of the Ooh. Best, but today it's just, you know, Lady Luck was in our corner, so it's a hell of a veteran here.